仕事中です。わあ、お疲れ様です。明日終業式なの？明日終業式ってなんで？明日終業式？終業式ってなんだっけ？終業式ってなんだっけ？ああ夏休みか。そういうことか。じゃあ皆さんもうすぐ夏休みなんですね。おお、温泉入ってました。いいな、めっちゃいいな、優雅な。大学の定期試験の勉強してます。あーお疲れ様。おさゆとか飲んでね。ゆみきちゃんのブログ見てきます。あ、ありがとう、嬉しい。あのね、私は今日は絶対にブログあげようって思ってたんですよ。だからちょっと短いかもしれないんですけど、読んでくださいね。はい、ということでまずは乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の競技は正の字カウントです。投票でよく使われる正しいという字、正の字をいくつ書けたかを競います。制限時間は30秒です。週の中で最も正の字が多く書けたメンバーにご褒美としては素敵なプレゼントが贈られます。先週はライブのため1回しかのびおびの配信ができなかったので、先週の正宮玲ちゃんと今週の配信メンバーで対決します。対決っていうか優勝を争います。はい、ということで皆さん、正の字って分かりますか？正解の正ですよ。分かるのね。はい、ということでね、紙とペンを用意したので、あのね、ストップウォッチを持ちます。それで地面で書けばいいのか。いきますよ。あー緊張する。いきますよ、よーい。あ、待って、ペンこうやって書かなきゃ。いきますよ、よーい、スタート。頑張って頑張って頑張ってね、頑張ってね。ちょっとめっちゃ字汚いわ。あー手疲れるねこれ。あー見えるかな、みんな。怖いよ。なんか誰かに追い越される感覚がすごいな。怖いよ。はい、終わりました。はい、ということで、あ、結構かけたんじゃないかな。じゃーん、こんないっぱいにかけました。これを数えなきゃいけないんですけど、これで 線に換算しないもんですよね。じゃあこれはバツ。そしていきますよ、せーの、1、あ、もう数えにくいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、29、ということで私は29だったのでレイちゃんに負けてしまいました。悔しいな。ということで月曜日ゆみきの正の字29個。はい、ということで私は29個でした、はあ、残念です。ちなみに前回の正宮玲ちゃんは32個だったので、今のところの優勝は正宮玲ちゃんの32個っていうことになってます。うん、悔しいな。そう、30、わあ1万人超えた。ありがとうございます。こんな時間に皆さん見てくださってありがとうございます。はい、ということで、そう、近況トークをしていきたいと思います。ついついつい7月14日の14日15日に大阪城ホールで真夏の全国ツアー2021が開幕しまして、そして
17、18が昨日の昨日と昨日ねは宮城県の積水ハイムスーパーアリーナで行われました。皆さん見てくださった方いらっしゃるかな、いらっしゃいますか。あ、仙台行きました。わー嬉しい。私はですね、そう終わってみて、なんだろう、やっぱりサイリウムカラーを、ま、松村さんの卒コンの時も友人の観客の方とお会いしたんですけど、でもそれはすっごい初めてだったので緊張ですっごく人見知りしてしまったんですよ。私の目の先には何が見えてるんだろうっていうぐらい緊張しちゃったんですけど、今回は緊張せずに頑張ろうって思ってたんですけど、やっぱり初めての全国ツアーですごい緊張しちゃって、でも、目の前のお客さんとか遠くのお客さんもすごいお顔を見えるんですよ。だから皆さんの顔がマスクしてながらも笑顔なのがすごい垣間見えて、緊張が吹っ飛びまして、すっごく楽しかったのでめちゃくちゃね、嬉しかったんですけど、でもまだまだレスを返すのが私はちょっとだけになんだろうな、苦手じゃないけど、レスを返すのが恐縮してしまって、なんかバッキュンやってとかじゃんけんぽいしてっていうすごい見えるんですけど、私なんぞがやってもいいんだろうかってすごい思っちゃって、ちょっとレスどうにか、レス問題どうにかって感じなんですけど、どうなんだろう、レスって嬉しいものなのかな、私がやってもなんかそう大丈夫かなって思うんです。あ、どんどんやった方がいい、やっぱやった方がいいか。でも私のなおって書いてあるうちわだったり、私の顔面だったり、あとなんだろう、ゆみきなおって書いてあるタオルだったりが見つけられまして、もう本当に嬉しくて、もう最高に嬉しかったので心からありがたいなって思いましたし、あと私はすっごく近い、私はじゃないか、みんななんですけどすっごく近いので、MC 中とかにヤッホーとか言ってくださる方とかもすぐ分かったので、皆さんどんどん心の気持ちでヤッホーって言ってくれたら通じると思います。今ここで再現してる、なんだろうね、何を再現してる、あ、レス、わーいってなんて言うんだろう、あ、タオル売り切れてて買えなかった、嘘、売り切れてたの、嘘、わあ、ありがたい、嬉しい、ありがとうございます、ヤッホーって、そうヤッホーって言ったらね、ヤッホーって言えるから、わあ嬉しい、ありがとうございます。あ、新規で言ったっけ、あ、言ってないっけ、やばい、私本当にね3秒前の記憶全部飛んじゃう系女子だから覚えてなくてごめんなさい。でも本当に嬉しい、ありがとうございます。タオルネットショップで買った、ありがとうございます。じゃあ次は次まだまだ全国ツアー続くので、ぜひタオルを持っていただけたら嬉しいなって思います。なんかすごく自信につながりますね。なんだっけ、昨日ね、みゆちゃんと松尾みゆちゃんと一緒にエゴグラムをしたんですよ、帰りしなに。でエゴグラムっていうのは自分の性格診断みたいな感じなんですけど、めちゃくちゃなんだ痛烈なことをエゴグラムさんは言ってて、でも合ってるんですよ。あなたはなんだっけあなたはすごく劣等感が強いですかみたいなとか聞かれたりとか、あとみゆちゃんのね診断はすごい面白いのでみゆちゃんに聞いてみてください。みゆちゃんの診断は本当に面白かった。でもね、私の性格はなんだろう、もっと主張していきなさいみたいなことを言われて、なんだろう、もうもっと持ちなさい自分をって言われました。
でも隣でみえちゃんがね、当たってるよこのエゴグラムってね、私の診断を見て言ってました。そうそうそう、あ、そうだそう。でね、皆さんどうでしたか、あのなんだっけ、あ、ライブどうでしたか結局視聴してる方、あ、本当ですか、嬉しい。なんか番組さんとかでももっと積極的に行かないとダメだなって26枚目シングルの時に反省したので、27枚目シングルはもっともっとあの自分から発信していかなきゃなって思ったので、ちょっとずつですけど発言していけるようしていこうって思ってます。でもそれでね、ちょっとあの普段の自分と違うなと思って、あの3に落ち込むこととか大丈夫、皆さんうるさくないかなって思う時もあるんですけど、あのその調整をね頑張ってます今。そう、皆さんどうでしたか、モバメまだ、あ、確かにね、最近聞いていただけること多いんですけど、私もまだかなってワクワクしてます。アイシー可愛かった、わー嬉しい、アイシー楽しいですよね。うん、そんな日は床で寝ればいいんだよ、ほんとそう。あ、そうだ、今めっちゃめっちゃ今そのコメントで書いてくださった方いたんですけど、今日の24時20分からテレビ朝日さん系でビビらせてさんに出演させていただくので、ぜひ見てください。あの一人で乃木坂46のからも一人で参加したんですけど、初めてお会いする方ばっかりで、私はもう台がつくほどの人見知りなので、もうやる前から心拍数上がりまくりだったんですけど、この番組は心拍数が上がったらダメっていう番組なんですけど、その人見知りの時点で心拍数上がりすぎてちょっと私ピンチだったのでぜひあの皆さん見てください、私の奮闘を、一人でゆみき頑張ってるなっていう奮闘をぜひあの見ていただけたらなって。タムちゃんも、そうそう、タムちゃんもね出てたの、だから私はタムちゃんとか、あとタマミさんも過去に出演されてたので、あのその二人の出演、あとね日向坂46さんのねあの方も出演してたので、過去の作品を、私は過去作品じゃないか、過去のあのアイカーブを見てあの研究してました。どうしたらできるかなと思って。そうそう。うん、ね、あ、アーカイブなんだ。ごめんなさい。あのアーカイブなんだね。アーカイブ、そうそう、アーカイブね。はい、ということで近況ね。あ、そうです。乃木坂の新メンバーオーディションがの開催が決定しましたわー、すごく ありがたいですね、この時代に新メンバーのオーディションが開催されることがすごくありがたいなって思います。皆さんも楽しみにしていらっしゃる方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなって思いますし、受けるかなって迷ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私もね実は3期生さんオーディションの時も見てるんですよ、広告は見てたんですけど、私絶対無理だなって、アイドル向きじゃないし絶対無理だなと思って諦めちゃったんですよ。で坂道合同オーディションを見た時に年齢が私はギリギリだったので、ちょうど20歳までだったし、その時は19歳だったので、もう年齢的にも最後だからもうダメって分かってたとしてもとりあえず受けてみようって思ってお母さんに写真を撮ってもらったのが始まりだったので、ちょっと少しでも迷っている方はぜひ応募していただけたらなって思いますし、乃木坂に入って改めて分かったことは、スタッフさんもお仕事でご一緒させていただく方も先輩方も本当に全員が温かいので、乃木坂に入って心から良かったなって思うので、そんな経験をしていただく方が増えたら
あの温かさの連鎖になるんじゃないかなって思います。はい、そうなんです、そうなんです。そうか、後輩って言う呼び方もおこがましいけど、だから私すごい迷ってたんですよ。この、 あのオーディションが開催されるにあたって、私のような新参者がなんていう言葉をかけていいんだろうとか、オーディションについてなんて話したらいいんだろうってすごい迷ってたんですけど、私はとりあえずっていうか、心から乃木坂が大好きなので、なんだろうな、一緒に頑張りたいって思うから、そんなに上手ではないし、喋ることもダンスも表現もそんなに上手じゃないんですけど、私も一緒の気持ちで頑張りたいなって思いますね。うん。そうなんです。関西弁で喋ってみよう。あ、わかった、じゃあ今から関西弁で喋りますね。ゆみき先輩全然話通じないんだよね。さ、言われるかもね。あ、でも言われたことあるよな、あのバスケ部の後輩に言われたことある。あの皆さん、私以外の先輩はすごい怒ったりとかするけど、ゆみき先輩はなんかその怒られてる最中もずっと笑ってたりするから、なんか先輩って感じしないんですよねって言われたことある。なんか怒るの苦手で、そう、来てな、そう、受けてな、舐められて、そう、舐められてんのかな。でも楽しかったからオールオッケーかなって思ってます。だから私ね、後輩って今もさ、年下のメンバーが多いけど、なんかみんな、みゆちゃんとかも同い年って思う感覚で、あの話してるって言われたりとか、あと林とかもなんか、なおは年上やと思わへんって言われるから、なんかまあいいとこでもあるかなって思います。私にしか出せないところかなって思いますね。うんうん、そうだから、いじってくれても大丈夫ですよ。最近はね、あとね、あとなんだろうね、なんだろうねとか言って、じゃあなんだろう、皆さんは今何してますかとか、あ、そうだ、宿題しなきゃいけないんだ。じゃあ宿題しますね。じゃん、次回メンバーのさんへ、ライブお疲れ様です、美味しかったものを教えてください。美味しかったものはやっぱり、ちょっと私今お腹空いてるか、あんま食べ物の話したくないんですけど、じゃあ言いますね。美味しかったものはやっぱり、大阪はまずたこ焼きがめちゃくちゃ美味しくって、大阪に住んではいないか、京都、私は京都府出身なんですけど、京都に住んでいてもたこ焼きっていうのはあんまり食べなくて、まあでもパーティーはするんですよ。お、私は大家族なので、キッチンペーパー、キッチンフライ、あのパカって開ける大きいやつ、なんだっけ、あのホットサンドメーカーじゃなくて、なんだっけな、あ、ホットプレートすいません、ホットプレートで、あのやるんですよ、たこ焼きを。そうそうそう、おばあちゃんが焼いてくれてホットプレートで焼くんですけど、そんな思い出があって、でもね、このお店屋さんのたこ焼きは外カリカリ中ふわふわの、もう最高潮に美味しくって、しかも味付けも、今までは私はソースだけだったんですけど、それがソースだけじゃないんですよっていう、ポン酢とかもあって、めちゃくちゃ美味しくって、本当に最高でした。そしてね、肉まんも食べたりしましたし、最高だなって思うし、あとは仙台はやっぱり牛タンが美味しかったなって思いますね。あの
クロミちゃんはめちゃくちゃ牛タンおかわりしていまして、あの一人で牛タン何枚食べるんだっていうぐらい牛タン食べてました。でも私もね、牛タンでも牛タンの他にもあの魚介類も美味しくって、ホタテとかあとなんだっけ、イカ、タコとかも食べてました。あとイクラとかめちゃくちゃ美味しかったです。ふん、そんな感じかな。あ、そう、チケット制なんですよ。お昼はね、お昼はチケット制で、私もチケット並びに行きました。噂に聞くチケット制だったので嬉しかったです。あのなんだっけ、ハマグリ、ハマグリも初めて食べてめちゃくちゃ美味しかったです。ずんだシェイク私飲まなかったんですよ。あとね、チーズケーキも食べました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。そんなこんなでした。あ、ハギの月も食べました。あの久保しおりさん の, あのお顔が貼ってある、あのハギのお顔が貼ってある、ハギの月じゃないな、久保しおりさん の, あのお顔が、外側に貼ってあるハギの月を食べたんですけど、それもめちゃくちゃ美味しくって、あの前そう、あの皆さんもご存知の通り、マヤはあの6個ぐらいかな持ってあの帰ってました。みんながね、あの、あ、マヤさん、あのハギの月ありますよってみんな言ってた覚えがありますね。あとあやねさんとも写真撮ったの、ハギの、あのハギの月、久保さんのカードを持ってハギの月を左手に持って、あやねさんと二人で写真撮りました。そうあやねさん大好きすぎてもうどうしよう。だからさ、なんかあの仙台の MC でまゆたんがあのあやねさんともっと絡みますって言ってたんですよ。でも私それ聞いてちょっとだけやきもち焼いちゃった。なんか、え、2万人わ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。こんなあの まっさらなかな感じなのに来てくださってありがとうございます。あ、そうそう、あやねさんの話に戻りますと、あの仙台、じゃあのあやねさんがすごく後輩にモテモテなんですよ。だから、まあ、先輩にもモテモテなんですけど、もちろん後輩にもモテモテなんですよ。だから佐藤梨花ちゃんがあやねさんと一緒に写真撮りたいから、なおちゃん声かけてほしいって言われて、私行ったんですね、あやねさんのところに。で、梨花ちゃんとあやねさんの写真をパシャパシャ撮ってたんですけど、ちょっと内心私もうって思って、すぐなおも撮りたいって言って一緒に撮ってもらったりしてました。だからさ、あやねさんがまゆたんとかともっと喋るってなると、私はちょっとやきもちを焼いてしまいます。本当にね、なんでなんだろうね、大好きすぎて。そう、はい、という、あ、宿題考えなきゃはい、ということで次の明日の配信メンバーはドロ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 ン、ドン、樋口ひなさんです。イエーイ、皆さんお待ちかね、樋口ひなさんが参ります。私の大好きな、お優しい、お優しい樋口ひなさんが。でもどうしようね、宿題。なちまさんはね、あの大阪の時に席が前後だったんですけど、すっごいお話ししてくださって、私があのなんだっけ、ケータリングを取りに行こうかな、取りに行きまいかなって悩んでた時に、なちまさんがあの行きなよって言ってくださったりとか、あとね、まやも大丈夫だよみたいな、誰も先輩こケータリング取り上がってなんて思わないから、あの行きなよって言ってくれて、私がケータリングを取りに行く間を与えてくれました。はい、というなんか感じですけど、なちまさん宿題何にします？お腹減っちゃった、どうします、何にしようかな、何にしよう、変りもない、なんか宿題
宿題の片鱗がない私の中で。あーん。待って、どうしようかな。うわ、どうしよう、どうしようかな。だってさ、なおの好きなところで困るから、絶対に。ねちまさんはでもなんか可愛いのやってほしいから、あーんしてほしい。いいね。じゃあ一緒に牛タンを食べた時にあーんしてくださいってなんて言います？なんか誰か文章を日本語ちゃんとしてほしいな。なんて言ったらいいんだろう。ひなちまさんへ、ひなちまさんへ。ねえ、お腹鳴りそうだから一回立っていいですか？はい。あ、やばい、本当にお腹鳴りそう。ちょっと頑張って顔写しますから。どうしよう、またあと3分しかない。あ、牛タン食べた一緒の時、あ、ありがとうございます。牛タン食べた一緒の時、あーんしてください。してください。カメラに向かって。これは、どうしたらいいんだろう。ちょっと誰か日本語、なんて言うんだろう。みんなに牛タン、あ、いい、みんなに牛タンあんしてあげてください。いいね、よしよし、みんなに牛タンあんしてあげてください。ゆめきなお、やばいやばい、あと1分しかないのに。はい、ということで決まりました。みんなにひなちまさんへ、みんなに牛タンあんしてあげてください、ゆめきなお。はい、ということで無事宿題が終了しました。はい、ということで乃木曜日月曜日もう終わりの時間が参りました。本日の感想はすっごい楽しかったです。はい、明日の乃木曜日の配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイッターでお知らせします。それでは今日のまだある、まだあるからスクショタイムします。イエーイ、バーイ。あ、終わるな、あ、やばい。それでは楽しかったです。はい、ということで今日のお相手はゆみきなおでした。ありがとうございました。